いました。今大会 U20 日本記録大会記録はともに13秒19です。4レーンには順天堂大学内田海生が登場。昨年インターハイ4位ながら今年4月に13秒60、昨日の予選では13秒57をマークしています。 U20 男子 110m ハードル決勝、選手の紹介です。2レーン、摂南大学木村烈。3レーン、国際武道大学工藤春人。4レーン、順天堂大学内田海生。5レーン、三田国際学園高校北条優希。6レーン、順天堂大学今西亮太。7レーン、市立船橋高校山中京介。8レーン、法政大学酒井春奈。9レーン、関西学院大学田中幸喜。 U20 男子 110m ハードル決勝。インターハイに向けて、まあ、一旦インターハイ優勝してございます。インターハイでの活躍も期待しています。おめでとうございました。